はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も序盤から取れるむちゃくちゃ強い装備を紹介していきます。このゲーム、序盤から結構アイテム取れるんですよね。で、前回の動画でもめちゃくちゃ強い装備を紹介したんだけども、今回のも強いです。で、行くにあたってレベル15ぐらいあれば行けます。まあ3時間ぐらいすれば15になると思いますので、それぐらいから進んでいけます。で、必要なアビリティがありまして2つですね。まず1つ目、エンカウント半減。まあ、敵が、あんまり出なくなります。まあ、絶対出ないってわけじゃないんだけども、あんまり出なくなりますね。そしてテメノスのこれ、逃げる成功率アップですね。敵と会った時でも逃げることができるので、安全に行くことができます。まあ 100% ではないですけども、まあそこそこ逃げれるようになるのでいいかと思います。ではスタートする場所ですけども、ここからです。クラックレッジ港です。なんか前の動画でもここだった気がするんだけどもまあ気のせいではないでしょう。クラックレッジ港からスタートします。時間は確実に昼間にしておいてください。夜の方がちょっと敵が出やすいのかな。なので昼間の方がいいですね。港を出ましたらば、上に向かっていきましょう。で、敵は逃げましょう。もう全ての敵は逃げて OK です。まあ、ここら辺だったら戦えるんだけどね。うん、この危険度レベル20とかになってくると、とてもじゃないけど戦えないので、うん、もう逃げちゃってください。で、ここ上に行きましたらば、セーブポイントがあります。セーブポイントではしっかりと、セーブしていきましょう。もしもやられた時はね、そこからスタートすれば OK ですので、セーブポイントでは確実にセーブしていってください。まずここだね。ここでセーブをしてください。んで、線路を渡ってさらに北へ向かっていきます。西クラックレッジ行動、危険度レベル20ですね。で、ここも、ずっと北へ向かいます。セーブポイントがここにありますので、セーブしていってください。んで、向かいまして、敵が出てきたら逃げる。だいたいここら辺は逃げ切れますね。で、この上、商人ギルドがありますので、話してない人は商人ギルド長に話してください。で、上に行きましたら西グラベル行動、危険度レベル45ですね。こっからの敵はもうまず勝てません。うん、俺でもまだ全然勝てません。セーブしておいてください。セーブしてやられてしまった場合でもそこからスタートになります。で、これ上に行って、ここにね、はしごがあるのよ。あのはしごから、下へ降りていきましょう。おお、逃げ切れなかった。でも逃げ切れなくて、やられたとしても、一人でもね、残ってれば大丈夫ですので、まあ、とにかく逃げ切ってください。で、ここ下ですね。で、もう一回はしご。で、ここ、白き幽谷です。ここに入っていきましょう。危険度レベルは50です。白き幽谷に入りました。ここ装備が3つあります。まず、下の方に向かっていってください。そうすると、宝箱ありますので、まずこれですね。忘れられた種族の斧。です。まずは斧ですね。バリバリ強いです。物理攻撃力が381。でも、クリティカルはマイナス102ですね。まあ、ゴリ押ししていくような装備ではないでしょうか。稀に混乱までつけます。はい。で、あと2つあります。それも取っていきましょう。敵が出てきたらもちろん逃げまくります。はい。んで、ちょっと戻って、橋がありますので、これを渡って、んで、行きましょう。そうすると、また橋があるので、そっち側に行きまーす。はい。先制攻撃。
確実に逃げれますね。もう絶対戦えません。いつになったら戦えるようになるんだろう。はい、で上に宝箱見えますね。これです。はい、夕霧の魔球かな。これももちろんむちゃくちゃ強いです。物理攻撃力293の属性が325で、まれに、暗闇にします。強いね、むちゃくちゃ強いね。序盤からこれが取れるなんて素晴らしい。で1000ポイントあります。一応セーブした方がいいと思いますね。で下のところにもう一個の装備があります。これです。はい、巨人の棍棒ですね。巨人の棍棒ですけども、属性攻撃力はないんだよね。うん、属性攻撃力はなくって物理攻撃力だけがある、棍棒です。で物理アビリティの威力プラスという効果がつきます。はい、まあちょっとね、敵にやられることもあるかもしれませんけども、まあセーブしていけばまたそこからスタートできますので、まあ確実に、序盤から3つとも取れるようになると思います。これを持っとくと本当に楽です。楽で他にも、まだまだあると思います。それもね、紹介していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。